ダンサブルのファンの方は、うん、ダンサブルの期間結構何度か握手会とかなんかやったじゃないですか。やってたな。なんか渡し会みたいなやつ、うんうん、だからやっぱ見覚えのある方が多くてなんか安心します。そうよね、うん、そうそう、ウーカさんのファンの方もそう、うん、あ確かに、うん、だから舞台見に行った時に、うん、お出迎えしてくれていた私のファンの方がなんか警備してた。そうそう、結構あコジリンだって感じでこう見守ってくれたんですよ。いいよね、そうやって見守る、いい距離で、ね、そういい距離で見守ってくれるのがいいよね。 それがなんかお父さんって感じでしたね。安心するよね。そうそうそう、あらオンラインお話し会参加させていただき、本当だ、皆さんオンラインお話し会受付中なのでぜひ来てください。ぜひ来てください。うまやな。明日の12時までとかかな。明日のお昼の12時までなので明日の12時までです。ゆうちゃんおめでとう、生誕祭キッズ、残念です。メガネね買ったんです、わざわざ今日。え、このために買ったの？そう、もういい自分の家にあったやつがもう度が合ってなかったからどうせ欲しくって、だからちょっと数日メガネが良さそうだから買いに行きました。それは紫外線浴びたらサングラスになるやつ。ゆうちゃんのやつ。それママも持ってて。なんないなんない。あ、そうなんや。目悪くて胴入りの紫外線浴びたらサングラスになるやつやで。すごい。そんないいのではないです、全然。あ、そうなの？ブルーライトカットです。あ、50%。大事大事。寝る前にゆうちゃんのターンを。メガネかわいい。本当ですか？これめっちゃいい、そうめんめが。ありがとうございます。どう、かりんは目が悪くて。ね、うーかおもろかったんけど、今日。泣かへんようにこうやっていただいて。めっちゃおもろかった。なんならもうどうせ泣いてるんだから、もう。泣けよ。諦めてね。泣いたらさ、うん、言いたいこと伝わらへんやん。わかります、わかります。初めてオンラインお話し会撮りましたでさ。あ、嬉しい。会えるの楽しみに行ってます。私んとこも来て。コンタクトしてました、公演中だけ。ゆうちゃんに会えて今日も幸せ、私も幸せです。これゆうちゃんのことを思って今日はこの服を選んだんですよ。そうそう、しんちゃん、しんちゃん、そう、しんちゃん、そう、そしたら、うん、私の生誕 T シャツあげたら、そう、全く一緒の色って同じ色やって、うん、びっくりした。でも本当ニューミスのためのトレーナーですね、色もしんちゃんも。いや、ほんまにコラボさせてくれんかなしてたからね、あのミルさんね。そう、ミルちゃんの誕生日にこれ色違いであげてんやんか、うん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 、その時にミルちゃんは黒でゆうか紫にしてんやん。私しんちゃんとアムロさん来てくれへんかな。わあ。素敵なコラボ。アムロさんですか？なんかなかなか異色じゃない？なかなかですよ。コナン君とアムロさん一緒に来てほしいな。あ、それはなんかモーティションツンツン的に告白するわ、うん、アムロさんに膝ついて結婚してください。逆、そう、逆がいい。逆、いつか絶対公園行きたいと思ってたよ。待ってますよ。今日は残念ながら参加できなかったけど日曜日の昼見に行き、待ってます。おいしい。その時にいっぱいを癒して、うん、1年何ヶ月ぶりに包丁メニュー開きました。ありがとうございます。ゆうちゃん大好き。8年目にして初めてお話し会申し込んだんですが、リアルオンラインも全員不要。やっと一歩進んだ。すごい、8年越しの一歩。スピーチ泣けた。よかったよかった。スピーチ泣けた。あえてさ、私のグッダグダスピーチも泣けたって言ってくれるファンの人いるし。全然グダグダじゃなかった、ね、全然大丈夫です。いやこの前の方がグダグダやったで。この前何喋ったっけ。MC ね、 MC の締めでなあ、そこそこやっぱ考えずにやった方がいいんかな。うん、考えなかったんやん。なんか逆になんかそのいいこと言わなきゃ感はなかったじゃないですか今日、うん、その自分の思うことを言ってるだけで、うんうん、でも MC の締めって、ま、なんかちゃんと言わなきゃみたいな思うじゃないですか。それが良くないんですね、きっと。ゆうかも今日反省した。そうなの、ね、そのままでいいんですよ、うん、あっという間にさ締めたよな、うん、なんか、うん、あの MC が閉まるの早かったくない？そう？そう？そうですか？今感じへんこと、ほんま？頭皮の分け目めっちゃ綺麗です。どこ見てんねん。びっくりした。どこ見てんねん。どこ見てんのよ。あ、見て。やっぱりゆうみさんのお母さんの手紙がすごいなんか言葉選びとか素敵よな。なんかそのすごくメンバーにも言えなんていうの届く言葉が多かったです。ゆうみさんだけじゃなくて温かかった。温かい。かりんは何が響いたっけな。なんか長くてなもう覚えてない。いっぱいあったから
かった。いやでもゆうちゃんってすげえなーと思った、お母さんの手紙で。なんか強いなって思った、うん、いろんなこと乗り越えて、うん、ほんまに開花するまでさ、やっぱり人間って時間かかるやん、うん、その間さくじけずにさ諦めずにさ踏ん張ってたってさ、うん、すごいと思うね、うん、なんか、うん、もうちょっと知らない子が増えてきてるから、その苦労話というか、なんか今のも出来上がってるゆうちゃんしか知らない、ね、だから苦労してる姿を見ずに今の姿だけ見てると、うん、のとそれも知った上で今の姿を知ってるのと、じゃあなんか捉え方とかゆうみさんの言葉も力も変わってくる気がする。なんか今やったらな、そのゆうみさん最初からそんなできるじゃないですかみたいな風に思えちゃうやん、うん、ね、今のゆうちゃんに出会うと。確かに、ね、そうじゃなかったんだよ、ここまでが本当にいろんなことあったんだよっていうのをなんかほんまにみんなに伝わってほしいなって、まあ、それが伝わったと思いましたね。話聞いてる聞いてる聞いてます。でもね、長年こうやっているから言えることじゃない、うん、言えるから、うん、こうやって話してくれるのも自分からなんか話さんくない、ね、私はみたいな、うん、元からできんかったし、うん、言えないから確かにね、そう確かに、まあ、言える人も減っちゃったし、ね、そう確かに。カリももうゆうみさんも昇格もしてたし、あ、そっか、もうあ、そうなんや、もう大先輩なので。ゆうちゃんママも12年のベテランだもんね。お母さんたちもな、え、本当だ、ゆうちゃんママの手紙毎年すごい素敵だって、嬉しい温かい本当に、ね、お見送り会の前にゆうちゃんのお母さんほんま分際あるよなってめっちゃ感動したわみたいに言って、うんうん、なんかゆうちゃんが自分でなんで受け継がへんかったのその血をねずっと言ってますよね。でもね、何にも彼氏あんな文章うまいのに、ね、私でき頭いいのにってね、そう言って頭はな、いいんやろな、起点がいいねんな、マミに言われんねん、ね、そう勉強はできなくてもいい、でも起点は良くなれって、うんうんうんって言われんねんな、うんうんうん、はいゆうちゃん起点はいいねんけど、ママができるからあのスタイルを口で一回終わりやったの。そうだから昔から本読め本読めって言ってんねん、ママ本読んできた人やから勉強できなくても本ね、彼も読めないから全然、そうやねん。でもな、読もうとしたらな、もう漢字が多すぎて、まずそこからあ調べるのも、雰囲気雰囲気、いやもうそんな雰囲気でさ間違えたこと言っちゃうとさまあまあ、ね、またな、確かに、そうだから一時があった、本読もうと思って、あこの感じなんやろって調べるやんか、うん、ノートに書き出してんねん、書き出してる時期あってんな、うん、そっからな、やばい漢字の読みなさで1ページもいかへんし、でもそんなもんだろうな、他にもせやねん、マジでなんでなんやろな、こんなまま本当にねできないんですよ、ダメなんだよね、うん、ダメだよ、なんとなくで。でもゆうちゃんのことは待って、はじめまして、コジリン下がってから来ました。あえさその時やん、コジリン下がって、あれやな、9周年じゃないわ、去年の、去年のあれやな、周年とかじゃなかったっけ、そうです、周年、去年の周年、めっちゃおもろい、ありがとうございます、うん、でもね、うん、あのあれ違法だと思いますけど、その乗っかってる映像がすごい再生いってて、なんか TikTok でめっちゃ流れてくる、そうそう、YouTube の方も、めっちゃでもおもろいで、あれね、めっちゃおもろい、カリもやっぱああいうって本当になんかナチュラルに生まれていくもんですよね、狙わずに、うん、知らんとこでバズってるんや、そう、嬉しいな、嬉しい、ありがとうございます、あの下がってのこじりんです、うーか前出てってコメント、ケンピーさんからギフトいただきました、ケンピーさんありがとう、ケンピー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 、ケンピーさんからお城いただきました、ありがとう、おだいりさんも嬉しい、何人の中だとこじり下がってやってさ、はいはいはい、めっちゃ私のコメントにもこじりはけてはけてこじり下がってって言って、はい、私のこじりそんなこと言わないで、そんなこと言わないでそんなこと言わないで、あ、そんなこと言わないで、事故事故事故ねえ、もう机が動くから悪いの、割れてない。うわ、プリン、あのもプリンの。やばい。やだ、なんか汚い。コジリンが掃除、コジリンが掃除してるとこ映します。ね、汚い。ダメ。映してないやそこまで。汚い。なんで、はい。あ、ごめん。コジリン戻ってきて。はい、ティッシュ。はい。もう汚い。
こじりん。プリンって美味しいのになんかべちょべちょになったら汚いっすね。こじりんの掃除してるとこ皆さん見てください。ああ。これで許してこじりんファンの人。ほらこじりんが掃除してる。映してるんですか。映してるんで。本当に下がっちゃったやつさん。みんなが言うからだ。ちゃんと掃除してるから。どうします、アリ湧いてきた。うーちゃんの言葉感動したよってこっちにコメントきて。なんて、アリ湧いたらどうします。アリが湧いたら、うん、カラメルだから、これキャラメル。そっかそっか。今日お団子してくれてるちゃんのタイムボムということで。そうなの、ベタベタしてる。うんかがしてくれたの。そう、でもうちみんなさ、だいぶボムのさあれ間違ってるからな。何あのポーズ細かいの。いつもみんなこんなんしてるけど、こっちね。何が違うんですか。タイムボム入ってた。違うよ、タイムボムはこれやったのにできなかった。これお待たせしました。そうよね、みんなこうなんかこんな風にやってるけど、こっちね。こっちらしいです。皆さんこっちね、ちゃんとした。こっちね、遊びに来たらありがとうございます。本当はこれをやりたかったんですけど、ね、だいぶボムって言ってましたよね。なんか、思いました。あ、こう、うん、ここからなんで三角なんですか。え、なんで三角なんですか。シャイな。意味はない、ね、意味はないんですか。あ、三角じゃない、全部あるか。あ、うん、ずっとこうしてた、うん、三角、あんな、あんぱ。なるほど。ママバイバイ。ちゃんと寝るんやで。ちゃんと気をつけて帰るんだよ。そう、できなかったんですけど、やろうと思ったのに。痛い。うか、嬉しい。もう私はもう、あ、ねえねえ、コスプレ勝手に着せてみたのどうだったって写真見た。あ、見た。めっちゃおもろかった。見た見た。どっちやろ。から遅れてきた。え、どっち。恐竜の方ですか、サンタローの方ですか。どっちも見た。どっちも見た。どっちも可愛かった。恐竜の方めっちゃ可愛かった。どうします、結局。ほんでなあ、決まってないんですよ。そうなんです。でも私はもう今年は幸せです。24歳は、うん、自分に厳しくいきます。え、なんで自分に厳しく。例えばダイエットとか。ダイエットもそうやし、うん、夢を叶えるために。あ、私今日夢、目標言ってないわ。なんなん、ここで言っとこう。言っときましょう。私、筋トレのウェア作りたくて。あー、言ってましたね、うん、そうそう、ウェアをずっと作りたくて。でも自分がこうやからな、まだまだそこまで行き着いてない。でもすごい、ウェアって大事じゃないですか。気合い入れるためというか、その続かないから。そうや、ね、服から入るって大事ですよね。やし、YouTube 始めようと思っててんけど、今の TikTok の現状じゃ一緒になっちゃうから、さすがにちょっとなってなってる今。難しいよな。YouTube することがな全てじゃないしさ、ゆうちゃんにゆうちゃんのあれがあるんじゃない、うん、TikTok ぐらいのなんか時間の方がやりやすいとか、まあ、やな、やっぱそれに合った何かがある。そうやね、だからまず TikTok でちゃんとあれしようと思って、ハリーも YouTube の使い方がちょっとまだ、うん、迷ってますもん。めっちゃ大変やなって。でもちゃんと頑張ってやってるのが励みになるし、週に、いやー、すごい。頑張りましょう。私は週1やけど、頑張りましょう。それでも、ヒヒ言う。ねえ、すごい。なんか難しいですよ、ウーカさんのやつも。そうやんな。考えるのも大変。15って言ってました。あら、ほんまや。ゆうかも、ゆうかはヨガウェア出せるように頑張ります。頑張りましょう。ヨガウェア、筋トレのウェア、うん、はい、何にしようかな。パジャマにしようかな。一番着やすいでしょ、パジャマ。まあ、みんなそれぞれね、頑張ってます。夢は言っとけ、まあ、確かに、まあ、頑張ります。よし、ありがとうございます。ではありがとうございました。ランキング発表します。13位、13位
イグッチ、ジュニハナちゃん、ジュイチカナちゃん、ジュイモエちゃん、9位ガープーガープーさん、8位ユウキ、7位サブローさん、6位アオイちゃん、5位ユズキちゃん、4位ラムネさん、ラムネさん、3位ピーちゃん、2位リョウタロンくん、1位ユリリン、ありがとうユリリン、バイバーイ。7位ドンさん、ありがとうございます。年の瀬さん、本当に嬉しかったです。5位、豆島さん、ありがとうございます。配信でもまたお礼。